どうもこんにちは、マッキーです。今回は、ロストジャッジメント裁かれざる記憶というのをやっていきたいと思います。前作ジャッジアイズをこの間までプレイしていたんですけど、まあ面白くてですね、まあそのまま続きをやっていこうかなという感じでございます。まあ、今回のテーマがいじめということでね、まあその辺は結構センシティブな問題だと思いますが、その辺にもね触れていくみたいなんで、まあ楽しみですね。というわけで今回も遊ばせていただきます。どうもよろしくお願いします。というわけで最初からいきますか。最初からいきましょう。難易度はね EX イージーとかあるんだ。まあ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 、前作プレイしましたから、まあまあまあノーマルでいきましょうか。明るさはまあ明るい方がいいね。こんぐらいでいくか。こんぐらいでいこうか。オートセーブは OK。ああ、緊張するなー。オートセーブに対応してますと。さあ、この作品はすべてフィクションであります。さあ、ここは横浜、伊勢崎陣町かな？まもなく現場到着です。煙は漂っていますが、やはり火事のものではなさそうです。発煙筒か何か、いたずらによるものと思われます。ここは新しい町なのかな。カムロ町ではないもんね。やっぱりいたずらだな。何も燃えちゃいない。なんだってこんなバカやるんだろうな。俺らが迷惑だよね。消防士としては迷惑。あそこだ。発煙筒矢印じゃん。これってわーわーわー、見つけてくれと言わんばかりの。なんだよ虫、めっちゃ湧いとるやん。なんかすげえ嫌なんだけど。でも俺らが見ないわけにいかねえだろ。そうだね、確かにそうだ。いやー、マスクつけたい。うわあ、ちょっと首が、うわあ、ちょっと閲覧注意だなこれね。ああ、おえうわあ、いきなり怖えな。裁判はその 99.9% が有罪となる。はい。そんな中、さあ矢上さん、かつて弁護士だった俺はある殺人事件で万に一つの無罪を勝ち取った。大したもんだと褒められたけど、その結果、前作のあれだね、あらすじだね。女の子が殺された。前作見てない方も楽しんで見ていただけると思います。万人に公平なはずの法がいつも完璧に機能しているとは限らない。前回ね、助けを求める声を探すのが今俺の仕事だ。そうです、矢上さんは今探偵をしています。2021年12月6日。さあ、カムロ町です。おお、アンパン。探偵といえばアンパン。ハンバーガー店。なんか依頼を遂行中なのかな。カイトさんもいます。相棒ですね。何、暇だな。暇まあね、まあそういう仕事だよね。出してくれよ、面白いやつ。張り込みなんていつまで。後ろに依頼人っぽい人がいるのにいいのか。恵子ちゃんも退屈してるぞ。わかった。じゃあなんかちょっと顔変わったね、前回と。矢上探偵事務所所長、矢上隆之さんです。なるほど、クイズ考える間静かにしてろってこの野郎。それじゃ何にも変わんねえじゃねえか。この方は調査員のカイトさんです。もう愛すべき兄貴。あのカイトさん、私も今クイズとかの気分じゃないです。そうだよね、依頼人だもんね。その気分を変えようぜってんだ。恵子ちゃんな、
そんなんだからネットで会った男なんかに騙されんだぞ。そんなの関係ないですよね。それに言い方考えて、本当に騙されたのか分かりません。そうだよ、あんまりいい加減なこと言わないの。大丈夫だよ恵子さん、うちはね何よりも依頼人の心に寄り添う探偵事務所なんだ。おお、言いますね。やっぱり私、イケメン矢上さんに依頼できてよかったです。へい、よかったね。そりゃようご存知。惚れたな、惚れたな。コウスケ君言ってました。コウスケ君、お昼はいつもファーストフードばっかりだって。その人があれか、なんかネットで会った人ね。さっき店に入ってから20分ぐらいか。なんかこんな感じになったんだ。どうですかね、心配です。野菜もちゃんと取ってるかな。すげえ、ボイスがここでも出てくるんだ。なんであんたみたいな子がネットで知り合った男なんかといきなり会ったんだよ。そうだね、恵子さん可愛いのに。いきなりじゃないです、時間をかけてやり取りしたし、コウスケ君は同僚なんかよりずっと私を分かってくれました。マッチングアプリか何か。私のことすごく大事に考えてくれてたんです。文章だと分かりにくいよね。デートでぼったくり店に連れてくか、カムロ町で。そんなことしたの。彼もそんな店だなんて知らなかったんです。擁護するね。そうか、だとしても女の子に会計全部押し付けるとかありゃ。それはダメなんじゃない、さすがに。だって彼まだ大学生だし。関係ないでしょ、誘ったのが男なら絶対。もし私が払わないと彼ヤクザに殺されるって。恵子さんの店に請求されたのは120万。で80万は払って残り40だったよね。どのみち簡単に払える額じゃない。120万もぼったくられすぎだろう。だからコウスケ君も足りない分は風俗で働くのが一番手っ取り早い。おい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 、おかしいだろそんなの。そうじゃねえ、要するにコウスケとそのぼったくり店は初めからグルだったんだ。そうだね、これ絶対グルじゃん。で風俗で働けなんて好きな子に言うわけないだろう。しまいには風俗で働かせる。ちゃんと大事に思ってるならさ、そんなことしないでしょ。まだそうと決まったわけじゃないです。だいたいまだ信じたいのか。なんでそんな店をほったらかしにしてるんです。ああ、それ言われちゃう。には警察も動き鈍いからね、民事不介入っつって。でもだから源田先生に相談したのは良かったと思うよ。ああ、源田先生からもらった依頼なのか、これ。カムロ町長いから。で、荒っぽい案件はうちに回ってくるわけだ。おかげで今日も仕事にありつけた。そういうことか。恵子ちゃんには気の毒だがよ。コウスケって野郎は全部承知であんたを罠にはめた。よくない子だな、コウスケ君。助けようにも助けらんねえ。なあ、そうだろ、タボ。まあ、待ちなって、カイトさん。まだ調査の段階だよ。まだね、決定的なところはわからないから。コウスケ君。調査だから。お、出てくるか？コウスケ君。まずここから証拠集めようか。どんなやつなのか。後つけてみる。二人はここにいて。やっと楽しい時間の始まりだ。慎重にね、タボ。さあ、つけようか。聞こえるな、ターボ。はい。尾行は久しぶりだろう。腕がなまってんじゃねえか。腕ね、なまってないんですね。なんか綺麗になったね、カムロ町。手本見せてやるよ。オッケー。口だけじゃねえだろうな。よし、こっから移動できますか。慎重に。さあ、尾行します。ここね。操作自体は多分変わってないはずだと思いますけど、前作と。あ、見た見た見た。え、うん？道を引き返してくるのは誰かと待ち合わせでもしてんのか。相手、ちょっとぶつかんないでよ。歩きスマホダメだよ。ごまかしアクション。ターゲットに気づかれるような行動をとると怪しまれます。矢神の顔を覚えられ、さらに尾行されていることに気づかれると、ターゲットは警戒行動をとるようになりますと。三角長押しでスマホを操作するふりとかするんだ。なるほど。はい、じゃあこれでごまかして。ああ、ちょっとな、ちょっと。大丈夫そうか。警
9%。 あ、こういう感じで 100% になると良くないのか。よし、でこれで戻って、であとは普段通りか。ここかな。安定のカットしようと思ったけど、あれ女の子じゃない、あれは女の子だ。おいおい、いきなり浮気とかやめてくれよ。恵子ちゃんがかわいそうだ。とにかくここは証拠を残しておくとするか。海藤さん、対象者が新顔と接触した。これから証拠を撮影する。まだまだ友達っていう可能性もあるからね。スクープミッションについて、こっちで今だ。 OK、 これか。 OK、 よーし、取れたぞ。データを海藤さんに送ろう。海藤さん、海藤さんの携帯に対象者の写真を送ったよ。確認よろしく。まだ談笑っていう感じだからな。バッチリだ。いい感じで撮れてるな。そうですね。誰なんだ、コウスケと話してる相手は。まだわからないな。それはこれから探りを入れるとこ。また連絡するよ。よし、2人でホテルとかね行っちゃったら、そこでまあバレますけど。いやー、でも本当久しぶりだよね、さくらちゃんと会うの。おー、なんか口説いてんの。最近全然先輩か、大学のか。今日だってたまたま先輩っぽい人を見かけて、メッセージ送ってなかったら会えてないですよ。甘い声出してくんね。ごめん、最近忙しくってさ、なかなかサークルに顔出す時間が作れなくて。なんかモテそうな顔してんな、コウスケ。予定があるなら仕方ないですけど、やっぱり先輩なしでは盛り上がらないというか。先輩がそんな重要なポジション、陽キャじゃねえかよ。多いんですよ。え、そんなに。それはまずいな。今度ちょっと顔出してみるか。うわ、陽キャすぎて嫌いだ。そうしてもらえると助かります。あ、でも先輩。何？あまりいろんな子に気を持たせるようなことはしない。そうですよ。先輩は知らないかもしれないですけど、女の子同士。うわ、こんなこと言ってるこの子もコウスケ君狙ってるんだね。そういう感じか。怖い からね。それは怖いね。気をつけるよ。じゃあ気をつけて。これから用事あるんで、俺はそろそろ行くよ。はい、あ、本当に話しただけか。絶対サークル来てくださいね。なんだ、ただの後輩か。浮気相手ってわけじゃなさそうだな。よし、でまた追いかけると、あそこか。金下ろしとかないと。ポッポに寄ってくか。ポッポはコンビニですね。コウスケ君の金の使い道は大事な情報だ。いくら下ろすのかも証拠として取っておこう。了解。そこも取っておくんか。さあ、お金いくら下ろすのかな。今だ。これで OK？ いくらかわかる？よし、うまく取れたぞ。データを海藤さんに送信と。海藤さん、新しい写真送ったよ。確認よろしく。いくら下ろしたんだ？届いてるぞ。よく取れてるじゃねえか。あ？こりゃあ、なあタボ、コウスケの野郎、やっぱりそうなんじゃねえか。怪しいもんね、イケメン。まあまあの額だぞ。いや、まだ金を下ろしただけだ。判断するのは早いよ。判断が早い。だが海藤さんの言う通り、普通の学生が気軽に扱える額じゃない。さて、その金を一体何に使うんだ。いくら下ろしたんだろう。5000円ぐらいにしといてよ。あ、尾行完了です。おお、なんかホストの3億3000万。どんな様子だタボ。コウスケはまだ特に変わったとこはないね。一人で街をぶらついてる。普通の学生が暇つぶしてるって感じかな。なるほど。さあ、おい、なんかヤクザっぽいやつじゃん。お好み焼き。ああ、兄さん、待った待った。ここは一元さんお断りだ。え、なんで。ああ、なんでもクソもねえだろ。
帰んな。5階か。コウスケ君は5階で降りたみたいだな。あら、何やってんだ、早く行けって。この野郎、通報すっか。ちょっとあなたの方が。このビルって何なん。通報されたら危ないんじゃないですか。出てけっつってんだ。アドルトグッズ。カムロ町だからそういうのがいっぱいあります。こりゃただの雑居ビルじゃないね。そうだね、モダンタイムズ。え、どうすんだろう。侵入できそうな場所を探す。コウスケ君に裏の顔がある、ならそれを知るチャンスかもしれないな。ビル内に侵入できそうな場所がないか探してみよう。アクティブサーチモードです。アクティブサーチ、あ、あるね、ここじゃん。怪しいな。なんだよ、あそこから入れちゃうじゃん。なんだよ。あの窓、下に足場もあるし、あそこまで行けたら誰にも気づかれずに、ビルへ入れそうだ。よし、ビルの周りを探索と行こう。アクティブサーチモード中、歩き回ることもできますと。じゃあ、こっちに続いてるから、こっちの裏行きますか。あ、こっから行けるね。ここだね、足場。さっきの窓へ登るにはうってつけの足場だけど、ここだと結構通りが。通りから人目についちゃうな。これは。あ、これか。この室外機、これを足場にして登ったらさっきの空いてる窓まで行けるんじゃないか。登りやすそうな場所だし、人目にもつかなそうだ。うん、悪くないぞ。よし、こっから行くんか。ここまで登っていける？なんか鳩いるね。あ、これ、新しいやつ？なんか新しいアクションかな。検証で見つけた場所を手がかりに、室内へ忍び込みましょう。よし、こっから？アスレチックアクションだって、これは初めてだね。足がかりで、登りますと。このままいける？おうおうおう。グリップケージ。壁自体は、丸長押しで上、OK。OK。で、ここで上登って、で、ここ伝っていくと。よいしょ。ターボ、どうなってる？ん？あ、OK、OK。なんだそりゃ。OK だよ。よいしょ。まさか見失ってねえだろうな。今ちょっと手が離せないけど。ちょっと、カイトさん、ちょっと待って。で、こっから降りると。この場所も下へ移動することできます。で、こっからこう行けるの。猫ちゃんの声がする。あ、猫か。どうも。これ登れないな、さすがに。ああ、可愛いけどね。ちょっと。で、このまま入ると。よっしゃ。よし。さあ、とりあえず侵入完了と。不法侵入ですね。コウスケ君は5階に行ったんだったな。ここは3階だから、あと2フロア上だ。あ、やべ。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、どうもどうも。あい。あ、どうも。こいつ知ってるか。いえ、初めて見る顔っすね。俺はその、あ、そうです。コウスケのダチなんですけど、ちょっとはぐれちゃって。コウスケの？そうです。はあ、そういや、あいつ今日も来てましたよ。毎日懲りねえ。毎日懲りねえっつうか。どういうこと？5階のはずだろ。なんでこんなとこにいんだよ。ですよね。いや、ちょっと遊んでまして。それが俺にもよくわかんなくて。ところでコウスケは5階のどの辺に？階段上がって一番奥。式の間だ。教えてくれる、ありがとう。式の間。ああ、そうでしたよね。失礼しました。ではこれで。あ、失礼します。どうも。待て、お前ちょっと会員証を見せろ。コウスケにもらってんだろ。ああ、何それ。あれ、おかしいな、どっかに落としたのか。ああ、おかしいな。落としちまったか。それは困ったな。すいません、次から気をつけますんで。はい。いい加減なこと抜かすんじゃねえ。バカか。会員証なんてねえんだよ。いい、頭いいじゃん。どっから入り込みやがった、この野郎。頭いいね。やってくれんじゃん。式の間ってのは何なの。コウスケ君はそこで何してんだ。うるせえ、黙ってくれ。
何バクチ賭けかな。よし、この辺はチュートリアルなんでどうってことないっす。大丈夫か。ああ問題ないよ。今まだコウスケ君の入ってたビル、見張りがいて一元さんお断りだってさ。なんかやばいとこみたいだね。コウスケ君は5階の敷の間ってとこにいる。敷の間、カイトさん、ここわかる？そりゃ、あ、やっぱ鳥羽か。鳥羽は他に敷っていうこともあんだ。敷の間って隠語のつもりかもな。なるほど。確かに鳥羽なら見張りがいるのも納得だ。なんで通報するとか言ったんだろう。自分たちが危ないのに。わからねえことがあったら。あ、やべ、携帯で連絡してるぞ。侵入者だ、ビルに怪しい野郎が。おお、なんてことが。おいしょー。おい、どうした。おい。あ、なんもないっすよ。そこが秘密の賭場なら普通の学生が行くとこじゃねえ。そうだよね。どうやらコウスケのボロが出てきたな。だいぶグレーにはなってきたね。多分。なるほど。コウスケ君のいる式のままで行ったらもっとはっきりする。結論はそれまでお預けだ。あれか、お金あのかけすぎてお金なくなって、それで騙したみたいな感じか。だが気をつけろ、そんなとこで捕まったらただじゃ済まねえぞ。了解了解。スティールの目的、敵に見つからないように身を隠しながら目標地点へ到達しましょうと。よし、え、そういうのもあるんだ。スティールだって、これも初めてだね。ドア開けて、あ、いる。あー、ちょっとそれバレる。やべ、このままじゃ見つかっちまう。カバーアクションだって。よいしょ。はい、何もありません。いいとこに段ボールがありますね。これで見る。虫眼鏡で観察できると。おい、ちょっといいか。このビルに侵入者が入り込んだらしい。他の連中にも伝えといてくれ。は、はい。はい、下っ端か、この子は。今のうちだ。え、見つかったらすぐに仲間を呼ばれるな。連中の目を盗んで5階行くんだ。さあ入ろう。おい、何してんだ。早くドア閉めろよ。はい、閉めまーす。顔は見てないんだね。あ、もう会員制だと思、もう会員だと思われてんな。お、いるじゃん、コウスケ。そう、全然来ねえ。なんでいつも。どうなってんだよ。負けまくってんのか。コウスケ君とやっと追いついたな。けど学生が今時低反発地。さあもう一勝負。皆さん、はったはった、張り切ってどうぞ。さあ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 。おいコウスケ、さっきから負けっぱなしじゃねえか。今日はそろそろ終わりか。カモにされてんのかな。いやいや全然、まだまだこっからっすよ。景気いいな。どっからそんなに金が湧いてくんだよ。いや、最近ちょっと太いしのぎ始めたもんで、大きな声じゃ言えないんすけど。詐欺？詐欺ってこと？また女絡みのか？声が大きいですって。おい。生言いやがって。生言いやがって。なるほど。恵子さんから巻き上げたお金は、ここの軍資金にしてるわけか。最低だねこいつ。やっぱり黒みたいだな。コウスケ君はこれで普通の大学生だなって言わせないよ。さあ黒確定です。さあぶん殴ってやろうか。ケイコさんお腹空いたな。カイトさん、こっちは例のビルを出た。コウスケ君は散々負けてオケラだ。ざまねえな。じゃあそろそろどうだタボ、もう様子見はいいだろう。直でコウスケ当たってみようや。ああ了解。俺もそう思ってたとこ。よし、そうだね。なら車もそっちに回す。お仕置きタイムだ。了解。さあコウスケ、お前には罪を償ってもらおうか。ああ、ちょっとお兄さん。お兄さん、
落としたって何をです？何を落とした？いろいろあるんじゃない？両親とか罪悪感とか。どっか落としてきちゃったでしょ。ああ、なるほどね。あ、なんだよてめえ。ちょっと態度変えすぎ。最近罠にはめた女の子がいるよな。ぼったくり店とつるんで120万の会計をかぶせた。何の話かわからねえけど。わからないか。しかわかんないぐらい何人も騙してる。誰だお前。こっちはバックに登場会がついてる。え、そうなの？でも因縁つける日か。関係ないけどね。あのヤクザの。ビビりやがって。もっと相手見て喧嘩売れ。登場会ならもうとっくに解散したろ。あ、解散したんだ。出してビビらせよってのは。あ、ちょっとどうかな。あんな。てめえ、やんのかこら。ハッタリか。やめといた方がいいと思うよ。元ね、登場会にカイトさんいましたんで。ふざけんな。さっきは手加減してやったんだ。本気出したら瞬殺だぞ。後悔してもせえ。瞬殺だぞ。知らねえぞ。めっちゃ早口じゃん。じゃあこっからは本気なんだな。さあ本気見せてよ。本気見せてみろよ。はったりかましやがって。こっちも週一でジム通ってんだ。週一か、甘いぜ。どうなってもしらねえからな。よし、軽く相手してやるよ。おいっしょー。 EX アクション使う。よーし、でやオッケー。出直してきな、コウスケ。弱え、弱えよ。吉郎さん、こっちこっち、頼ます。なんだ、チンピラか。なんか揉めてんのか。こいつが変な言いがかりつけてきたんすよ。いよ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 、あんた何なの。こいつはさ、大事な客っていうか金づるだろ。大事な客か、式の間のでしょ。なんだ。おい、そいつは俺の知らねえやつが知ってちゃいけない言葉だぜ。どこで起き上がったの、コウスケ。あんたらに用はないんだけどな。ムカつく野郎だ。やっちまうぞこら。了解。じゃあこっちもやらせていただきます。あれ、後ろコウスケいる。あ、またコウスケいるの。 EX ブーストだって。この辺はまあわかりますね。おいしょおいしょ。はい。どまい。出直してこいって。こんなはずじゃ。くそ。そう、逃げんなよ。やってやろうじゃねえの。逃げる。あ、これでチェイスか。ここは追いかけるパートですね。チェイスはまあ追いかける感じです。捕獲。オッケー。捕まえた。まったく、コウスケくんったら。なんだ、そんな逃げちゃってさ。もう終わり。お前に呆れるね、タボ。弁護士のカイトさん、結局手出して済ましちまう。弁護士。あ、一応弁護士やってます。ヤガミさんって探偵じゃなかったんですか。本業は探偵だよ。探偵だよ。弁護士はまあ今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして、すごいよね。源田法律事務所の。そう、前はあそこで弁護士やってたんだ。で、今は探偵向きの仕事を回してもらってる。今日みたいに。そういうことだったんですね。わかったか、コウスケ君。うっせえ。わかりました。じゃあこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。あ、車回してきてるぜ。仲良くやろうな、コウスケ。
きっちり120万円プラスお金もらえますから。